かったからな、段ボールシート。ぴったりそうと思うんやけど、ベッドな、ベッドはそう、ちょっと段ボールがかわいそうやしな、うん、よいしょ、ベッドとなんかいろいろ買ったよね、詰めたり、うん、そうだね、これベンガルたち、はい、そう、最近解放してるよね、昼間、うん、でずっとケージやとストレスたまるから、それで床で遊ぶ用のこのコロボールとか、はい、これなんかよくわからない、これこれもコロコロして遊ぶの、そうだね、うん、もう買いますってしてない、これもコロコロ、はい、ね、なんかあの見てたらこれでめっちゃ遊んでたん、これうん、だからなんかちゃんとおもちゃ買ってあげよう、あとこれ、これじゃテーマカラーの紫、はい、一緒になったお茶見、はい、すみません、はい、こういうの、うん、はい、これは、テーマカラーの紫で買いました、ああベルちゃんが開けようとしてるな、これはまたこだ、よし渡していこうかな、どれから行くの、どれから行こう、あ、この辺って置いとかんと、置いとくだけだよね、きっと、うん、激しいんだよ、え、激しい、激しかったね、でも結構パツンって感じだった、え、これ何、これどうなってんだろう、あ、これでいいの、あ、そういう感じ、あ、でも、え、こんな感じだと思ってた、これ何、ゆうくん、これ何それ、わかんない、入ってた、今説明書的なのあったんじゃない、入ってました、はい、うん、なんだろうね、これちょっと置いとこう、またたびかな、ここに出るのかな、絶対フロアも好きだよね、あ、それも回るんや、うん、なんかね、これ後ろがこんな感じになってるの、わかるかな、山、うん、で、なんかこうしっかりついてないの、多分こういう感じなんじゃないの、うん、ちょっと思ってたよりなんか違ったね、こうガチンってこうベタ置きのボールだけコロコロすると思ってたね、うん、まあ、でもなんかちょっと様子見たいね、これこのと、とりあえずこれだけで、なんか激しいね、ベルちゃん、とりあえずベッドかな、どうも上かな、なんか寝てるのは上なのよく、うん、上に置いてっちゃった方がいいね、うん、これ下にもあるからね、お、見てサイズぴったりなんだけど、ごめんね、大丈夫かい、最近よくビシャビシャるね、これぴったり、うん、うん、これもこっち来てみるよ、よくおるからね、あ、じゃあまたこれ取れるといいな、ここね、この辺に詰めとくは並べとこうかな、この辺にこう置いとくしかないよね、そうだね、なんせ無邪気にまだ遊んでくれないだろうからな、それだけ試してみようかな、うん、でもゆうくんいるからな、ゆうくんがやるか、はい、ダメだよ、ほら、どうだい、なんか怖そう音かな、あ、傘は音怖いのかな、ダメじゃん、あ、なんか違うな、でもこれでも同じ反応ならあれかな、あ、ダメだ、やっぱ今喧嘩してて全然だわ、あ、また最初です、うん、またユーチューブいないときにちょっと撮ってみるね、もう一個開けへんのか、ん、もう一個ボール、ボール、あ、ボールこれ開けたよ、もう一個の方か、なんかいっぱいあった、なんかとりあえずこれ何個かやる、何個やるか、どっちがいい、そっち、これ、うん、それ落ちたのかな、お手玉って猫たちはお手玉どうして遊ぶの？ダンボールの中に入れてあげて、それゆうくんちょいしてる。あ、そうな？でもまたたびとか入ってない？大丈夫？別に入っててもいいんだけど、あ、またたび入ってる。あ、せ、大丈夫だよね、この子ね。そうね、いかないかと。どうだろう、この子またたびとか大丈夫かな？なんか野良の子のまたたびってどう？
サビやな。ハンってなってる。あ、なんか、あ、怖がっちゃった。一応置いた。だったらそうでね。ちょっとこの音怖いかもね、ノラさんにしたら。うん、まあ、慣れたら遊びよう、ね、そうだね。君はちょっと鈴つけるの難しいかもね。こういうのね。よし、じゃあこれまたちょっとあれだね。多分一人の時にめっちゃ遊ぶから、隠し撮りとかするわ。うん、うん、下の階にあって鈴の音が聞こえたらほっこりだね。うん、そうだね。